今回は前腕心筋群の解剖学を勉強していきます。で、前腕心筋群というと手関節、手首を上に上げる動きと指を上に伸ばすという動き、2つの筋肉に分かれます。でそれらを勉強していった後、ちょっと肘の痛みというのがこの前腕心筋群に関連深いので、肘の痛みについて見ていきます。でその後に最後、このバーを握る癖がある方っていうのが肘の痛み出やすかったりするんで、どういった対策を取っていけばいいかっていうところまで勉強していきます。ではまずは1つ目、前腕心筋群の中でも手関節心筋群の解剖学を勉強していきます。で手関節心筋群というと、まず主に3つあります。1つ目が超等速手根心筋、2つ目が短等速手根心筋、3つ目が尺速手根心筋です。でこれらの3つに分かれて、起始部は少しややこしいので、ちょっとここ細かく見ていきます。まず超等速手根心筋というのは、起始部外側下上梁です。これは上腕骨なんですけど、外側下上梁という場所につきます。そして短等速手根心筋を見ると、外側上下という場所につきます。外側下上梁と外側上下、ちょっと位置関係ややこしいんで、先にこっちで見ていきます。ではまず短等速手根心筋の方の外側上下というのは、これ腕を後ろから見たような状態です。こっちが親指、こっちが小指なので、右手なのでこういう形です。で下にあるような形で見ています。で外側上下というのは、こっちが肘の外側に当たるので、この出っ張りの部分、ここを外側上下と言います。ここです。これが外側上下。そして超等速手根心筋の外側下上梁というのは、外側上下の上の部分、ここのことを外側下上梁と言います。なので起始いきなりね、ややこしいと思うんですけど、この短等速手根心筋は外側上下について、超等速手根心筋は外側下上梁につくというところを少し覚えておいてください。これ覚えておく理由としては、後の肘の痛みに関わってくるからです。では次に低止部を見ていきます。まず低止部、超等速手根心筋は自肢の中手骨底です。自肢というのは人差し指なので、この人差し指の中手骨という場所、指の見えてる範囲じゃなくて、この手の中ですね、ここの骨につきます。で短等速手根心筋は中指の中手骨底です。中指というのは中指、中指のこの間の骨につきます。じゃあ実際にこの起始と停止つなげてみると、まず短等速手根心筋というのが、この外側上下、ここからつきます。ここからついて中指の、中手骨底なので、この部分につきます。中指の中手骨底、親指、人差し指、中指、薬指、小指です。でここからつくので、まあ筋の走行大体なんですけど、イメージとしてはこういった形で、ここが筋腹といって筋肉の一番膨らんでる部分で、ここから先は腱になります。これが短等速手根心筋です。で超等速手根心筋は自肢の中手骨底なんで、親指、人差し指のここの、ここですね、自肢中手骨底はこの部分です。そして外側下上梁からつくので、この部分から起始ついて、こっちに筋肉が伸びていって、まあ大体こういう形でここに筋腹があって、腱の部分になるといった形になります。まあ筋の走行を見てみると非常によく似てるんですが、ちょっと細かいアトラスとかのアプリで見てもらうと、ちょっとだけ位置関係違うと思うんで、まあこの絵はあくまでもイメージで覚えておいてください。でこの超等速手根心筋、短等速手根心筋の作用は2つとも同じです。手関節、手首に対して背屈といって上に返す動き、そして頭屈といって親指側に倒す動き、この2つの作用を持ちます。で短等速手根心筋と超等速手根心筋触っていきたいんですけど、まず短等速手根心筋は肘の外側上下、これ正面向けてもらって、この外側の部分ですね、ここを触ってもらって、そこから指一本下にずらします。で手を少し軽くこういうグーの形作ってもらって、中指をこの肘の今指で押さえている部分に近づけるように動かしてもらえると、ここ少し盛り上がっている場所があると思います。筋肉、これが短等速手根心筋で、超等速手根心筋を触ろうと思うと、次人差し指をこう近づけるような形で動かしてみてください。
この人差し指を指の方向に近づけるような形。じゃあ先ほどよりちょっと内側にこうボコって出てくる感じがあると思うんですけど、これが超等速手根伸筋です。中指をこう近づけるようにすると短等速手根伸筋が触れて、人差し指を上にすると超等速手根伸筋が触りやすくなります。まあこれ100ゼロではないんですけど、ちょっと触り分けという部分でこの2箇所で触り分けてみてもいいんじゃないかなと思います。で続いて尺足手根伸筋です。で尺足手根伸筋というのは起始部外側上下につきます。同じとこですね。ここから小指の中指骨底につくので、小指というのは小指です。小指のとこにつくんで、まあ、この位置ぐらいから小指に向かってつくような筋肉です。でこの尺足手根伸筋っていうのは手首を尺屈するといって小指側に倒すという役割を持ってたりするんで、ちょっとこの頭屈の2つとは違う作用を持っています。まあ、名前から見ると等速ってついてる方が頭屈させて、尺足ってついてる方が尺屈させると覚えてもらったらいいと思います。じゃあ続いて手指の伸筋群見ていきます。で手指の伸筋群というのは、まあここ細かいとこまでは覚えなくて OK なんで、それなりにこう指を伸ばす筋肉っていうのが、まあこんな種類あるんだなぐらいで大丈夫です。ではまず一つ目、一番こうメインとなる筋肉として総指伸筋という筋肉があります。でこの総指伸筋というのも起始部は外側上下、ここにつきます。外側上下でその状態、そこから自指から小指の起節骨から末節骨までつきます。でこれちょっと指のとこで復習すると、起節骨というのはこことここの間の骨です。で中節骨はここで、末節骨はここです。なので外側上下から出てきた総指伸筋というのはこのこっち手の甲側を通るんですが、こっから通っていって手首で枝分かれして全部の骨にこうついていくような形です。まあ、前回見た仙指屈筋とかではね、この中節骨についたりとか末節骨についたりとかでちょっと細かく分かれてたんですが、まあ総指伸筋というだけあって、もう一気に全部まとめてつくような形ですね。でこの総指伸筋の役割としては、自指と小指の MP 関節、PIP 関節、DIP 関節を伸展させます。で関節をもう一度復習すると、解剖学的な呼び方では第一関節など呼ばずに、まず一番上から DIP 関節で、次真ん中ここが PIP 関節で、最後この拳に近いところを MP 関節と言います。なので総指伸筋が働くと、自指から小指なので人差し指から小指までを全部こう伸ばすという動きを持ちます。まあ、これがメインとなる指を伸ばす筋肉で、その他にも自指と小指には個別で伸筋がついています。自指伸筋、小指伸筋というのですが、まあ、自指伸筋は尺骨の遠位部につくので、こっちが頭骨、これが尺骨で、遠位部というとちょっとこの中心より遠いところです。でこの尺骨の遠いところから自指総指伸筋腱という場所につきます。で総指伸筋腱というと、これさっき言ったですけど、この外側上下からついて手首でこう枝分かれするような形になります。でそこが腱の部分なんですけど、その腱と合流するような形でついていくので、自指総指伸筋腱が停止部になります。ちょっとこの辺ややこしいんでね、別に覚えなくて OK なんですけど、まあ、作用としては自指の MP、PIP、DIP、伸展の作用を持つので、こう人差し指を伸ばすっていうね動きを持っているのが自指伸筋です。でもう一個、小指伸筋が外側上下、この外側上下からついて小指の総指伸筋腱につきます。さっきと同じような形で、作用としては小指の MP、PIP、DIP を伸展させるっていう役割を持っています。じゃあ次、最後親指ですね。母指出てきてないんですけど、母指も伸ばす筋肉、伸筋2つあります。これは屈筋とよく似てるんですが、長母指伸筋、短母指伸筋とあって、長母指伸筋は尺骨骨幹部につきます。尺骨骨幹部というのは尺骨の中でも真ん中のことを言うので、この尺骨骨幹部から母指末節骨底です。母指というのは起節骨と末節骨2つしかないので、末節骨底というのはこの遠い側の骨につくような形ですね。でこの長母指伸筋というのは母指の MPIP 関節を伸展させます。母指は MP 関節、IP 関節、これを伸ばすっていう伸展させる動きが長母指伸筋で、短母指伸筋っていうのは頭骨遠位部につきます。頭骨があって、遠位部というのは真ん中より遠い部分、だいたいこの辺のことを指します。
でそこから母子の季節骨って選んで、季節骨はこの部分ですね、ここについて、働きとしては母子の MP 関節伸展、ここ MP なのでこれを伸ばすという作用を持っているのが短母子心筋です。で今全体の心筋群を見ていったんですけど、母子の屈筋群と一緒で大体イメージを覚えてもらえるといいです。でそのイメージをまあそのまま使って、肘の痛み、まあ、いわゆる外側上顆炎というところを見ていけたらと思います。で基本的にこの外側上顆炎っていうのはテニス肘と呼ばれて、割とテニスしている方に多いです。ただテニス以外でもこの外側上顆炎起こる可能性も高くて、トレーニング中に起こる理由っていうのはまた見ていけたらなと思います。特にこの肘の外側上顆痛みやすい方の特徴として、まずバーベルとかダンベルをとにかく力強く握る癖があります。で力強く握るとどうなるかというと、パワーグリップポジションというね位置を取ります。これパワーグリップってあの握力を補助するやつじゃなくてポジションのことを言うんですが、結構皆さんね、一回思いっきりこうグッと手握ってみてください。勝手に手首が背屈する感じって分かりますかね。握りながらこっちに倒すと握りにくいと思うんですが、手首を背屈させながら握ると割と握りやすいかなと思います。これって思いっきり握る上で勝手に起きる動きなので、まあ、そういったことをパワーグリップと呼んだりするんですが、トレーニング中に起こる理由としてまず一つ、これ何かが不足しています。でちょっとここは考えてもらいたいんで、何が不足しているか考えてみてください。漢字で言うと荷物です。でちょっと考えてもらってる間に、力強く握る癖がある方は総視神経も関係してくるよというところを見ていきます。で総視神経って基本的には自視とか小視の MP から DIP まで伸展っていう動きなんですけど、力強く握ったこのパワーグリップというポジションを取ると、ここ手首が動かないようにここで固定するといった役割があります。じゃあその固定された状態っていうのはずっと筋肉が緊張している状態なんで、この総視神経の起死部見てみると、これ外側上顆なので、この外側上顆に常に負担がかかっているという状態にもなります。なので握る癖があるという方は、こういう総視神経から見ても外側上顆に負担がかかって外側上顆炎というのも起きやすかったりとか、あとは握ることによって主関節背屈っていう動きが入ってくるんで、短等側手根伸筋、長等側手根伸筋のストレスもこの外側上顆部分にかかって肘の痛みにつながるといった形になります。じゃあ力強く握る癖がある方、何が不足しているかというと、これはもう圧倒的に多いと思うんですが、これはトレーニングにおける技術不足かなと思います。でこれ技術不足ってどういうことかというと、まあ、ちょっとダンベルプレスを例に挙げてみます。でダンベルプレス最近の動画でも出したんですが、このスタートポジションから下ろしていった時というのが、常にこのダンベルと前腕っていうのが垂直の関係にあることが理想です。でこうすることによってダンベルの重さっていうのがこの骨の延長線上にこう加わってくるので、そこまで握る力っていうのは必要なく動作することができます。これがでも例えばそのダンベルプレスの技術が不足してると、こういった状態から下ろしていって、例えばこう前腕がこっちに倒れたとします。じゃあそうするとこのままではダンベル落ちてしまうんで、落ちないように強く握る必要があります。じゃあ強く握って無理やりキープしてあげる。じゃあそうするとそういう動作を繰り返すことによって、ずっとダンベルを力強く握る必要があるんで、特にダンベルプレスとかベンチプレスやってる時にこの前腕が疲れてしまうっていう方は、こういった技術不足っていうのが考えられます。で、バーベルのベンチプレスでも一緒で、この状態で下ろしていった時に、ここバーと前腕が垂直である必要はあるんですが、結構こっちに倒れたりとかこっちに倒れたりすること多いんで、まあ、こういったところの解消方法っていうのは概要欄で動画貼っておくので、よければそっちを見てもらえたらと思います。まあ、今技術面のところを言ったんですが、技術面以外にも結構ね、精神的なものってあったりもします。例えば重さが上に乗ってる時点でこう潰される恐怖感とかがあると、グッと力強く握ってしまったりはするんですけど、基本的に骨の上でバーベルとかダンベル支えてる限り潰されることはないです。まあ、明らかに持てないような重い重量を持つことはないと思うんで、まあ、そういったこうしっかりと例えば肘を伸ばした状態でバーベルやダンベルを受けるっていう感覚持ってもらって、そのまま下ろしていく、まあ、そういった恐怖感は絶対初めはあると思うんですが、
重いものに対しては押し返すのではなく、しっかりと重さを受けてあげてください。押し返すと力対力で勝負することになるんで、基本自分の体重より重いものを使うことも多いんで、もっと怖さが増すと思います。こう手が震えたりとか腕の力ばっかり使ってしまうんで、そうではなく、トレーニングって体の末端じゃなくて中心の力を使うことが大事なんで、しっかりと重さを受けてあげるイメージで、まあ、あんまり怖がらずにちょっと意識してもらえたらいいかなと思います。で、今はダンベルプレスとベンチプレス例に挙げたんですが、まあ、種目によっては必ず握らなければいけないっていう種目があったりします。例えば懸垂とか、まあ、ラットプルダウンって絶対握らないとダメなんで、まあ、種目によっての握り分けっていうのをちょっと見ていけたらと思います。じゃあ種目によって握り分け2パターンあります。1番豆の下で引っ掛けるように握る、2番握らないっていう、この2つのパターンですね。で、握らないっていうのはちょっと極端な表現なんですけど、ほぼほぼ握らないということです。じゃあこの1番と2番の種目を見ていくと、まず豆の下で引っ掛けるように握るっていうのは、懸垂とかラットプルとかローイング、いわゆる背中の種目っていうのが当てはまってきます。で、特に背中の種目で腕ばっかり疲れるっていう方は、この力強く握る癖があったりするんで、この豆の下で引っ掛けるようなイメージをちょっと覚えてください。じゃあどうやって握るかというと、こうバーベルとか、まあ何でもいいです、懸垂の引っ掛けるとこ、ラットプルダウンの棒系なんで、ここに手には豆があると思うんで、手の豆のある場所からちょっとね、下にバーを当てるような形でいきます。で、このままこう指先で握るんじゃなくて、包むようにバーを持ってみてください。横から見ると豆の下ぐらいに当てて、これを包むような形です。で、そこで引っ掛けてあげるといいです。で、どこを引っ掛けるかというと、この豆の部分をこう上、豆の部分からこうつまむようにすると、ここの皮膚の部分が引っ掛かると思うんで、ここで引っ掛けてつまんであげるような、包んであげるような形です。で、懸垂、ラットプルダウン、ローイングで指が疲れるって、腕が疲れるっていう方は、この状態から指先でこう握ってたりとか、手の中心で握っても強く握り込んでるパターンです。こうすると実際やってもらうとすごく力入ると思うんで、ちょっとこの豆の下部分ぐらいで引っ掛けるような形でやってみてください。じゃあこうすると握れないと思うんで、そもそもがこっち力入りにくいかなと思うんで、こういった豆の下で引っ掛けるという技術を覚えてもらうと、力強く握る癖は解消できるんじゃないかなと思います。で、もう一個、握らないということですね。この握らない方はベンチプレス、オーバーヘッドプレス、デッドリフト、ダンベルプレス、これらに当てはまります。で、デッドリフトはこの握らないというのはちょっとまああれなんですけど、リストストラップを使うんで、そんなに握る必要がないということです。で、他のプレス系の種目っていうのは握らない方法をとって、じゃあどうやって握らずに済むかというと、大体握ってしまう人って、この手に対して指先の近くでバーを置いたりとか、中心に置いてこうグッと強く握ってるんですよね。ではなくて、手の根元、この辺りでバーを乗せるようにします。握るんじゃなくて乗せます。で、実際乗せ方っていうのは、まっすぐ乗せるとちょっ と親指が外れてしまうんで、少しだけハの字にして、親指のこの外側ですね、ここを引っ掛けるような形でバー握ってもらえると手の根元に乗ると思います。で、指はこっからこう深く握り込むんじゃなくて、浅く添えるようなイメージです。そうすると横から見た時にここ隙間ができるんで、しっかりとこの手の根元で持ちながら、腕の力を使う必要がない状態でバー支えることができます。握ってしまう人は大体この隙間を潰してこうグッと強く握ってしまうんで、ちょっとバーをこの手の根元に乗せるっていう感覚をつかめるために、まずは軽い重量から練習してもらえるといいかと思います。で、しっかり手の根元に乗ると骨で受けることができるんで、さっき言ってたこのメンタル面の怖さっていうのもかなりなくなると思います。で、大体怖さが出てる人は強く握り込みすぎたりとか、ベンチでいうとこの肘が曲がった状態で支えていることが多いんで、しっかりと肘を伸ばしきるというのも大事な要素です。まあ、そういったところから、握ることによって肘の痛み、外側上顆炎というのは起こったりもするんで、それらを防ぐためには、まあ、握らないための技術を習得する必要があります。まあ、この辺というのはね、また別動画で紹介しているものもあるんで、概要欄こっちも貼っておきます。では、一通りの説明が終わったので、最後また復習していきます。
前腕心筋群というのは主関節心筋群、手指心筋群に分かれます。で、主関節の方は超等速手根心筋、短等速手根心筋、尺速手根心筋があって、ちょっとここ起始部ややこしいんですけど、超等速手根心筋は外側か上梁という場所にあって、外側上下の少し上につきます。で、短等速手根心筋は外側上下という場所についているので、この膨らみの部分につきます。で、尺足手根心筋は、外側上下同じ場所で、まあ、停止は各それぞれ自身についたり中心についたり小心についたりして、作用は主関節の背屈と頭屈上に返したりとか親指側に倒したりで、尺足手根心筋は尺屈という形でこっち側に倒します。で、手指心筋群は、まあ、いろんな心筋群あるんですが、総指心筋というのがメインで働いて、外側上下からこの自指から小指までの季節から末節骨底までついて MP、PIP、DIP 関節を伸展させます。で、母指に関しては長母指心筋と短母指心筋が別でついているといったような形です。で、肘の痛み見ていくと、まあ、外側上下炎といって外側上下に痛みが起こりやすい、まあ、いわゆるテニス肘っていうようなものですね。で、これがまあ起こりやすい人の特徴としては、結構力強く握る癖があるかなと思います。で、パワーグリップポジションといって、握った時に手首がこう自然に返ってしまうぐらい強く握ってしまうことが多くて、まあ、これは多くの場合トレーニングに対する技術不足が現れるかなと思います。で、技術不足、さっきも説明した通り、こう降りていく中でダンベルとこの前腕が一直線じゃなくて、こっちに倒れたりこっちに倒れたり、まあ、正面で見るとこっち側に倒れたりこっち側に倒れたりすると、こう手をグッと握ってそのダンベルを支えないといけないんで、そういったところを解消してもらえると自然に力は抜けてくるかなと思います。で、その中でも種目によって握り分けをしっかりしてもらえるとよくって、まず一番豆の下で引っ掛けるような形で握るのが懸垂ラットプル、ローイングといった背中の種目で、豆の下にあるここでしっかりと包むような形で持ってもらえると前腕力入りにくいと思います。で、2番目が握らない方法ですね。ベンチとか、まあ、プレス系の動作に当てはまるんですけど、しっかりと手の根元に当ててあげて、指で軽く添えるぐらいの形で握ってもらえると、グッと握り込むことはなくなるんで、こんな形でバーを乗せるようなイメージで動作してもらえるといいかなと思います。以上が前腕心筋群の解剖学になります。で、前回勉強したクッキングのところと、まあ、こう握る癖とかいろいろ関連してくるんで、まあ、あの辺も合わせて復習してもらえたらいいかなと思います。で、この技術不足っていうところは結構一人で解消するの難しいと思います。なので、環境が許す限り自分のフォームを動画撮影してみて、前腕が倒れてないかなとか、あとはこうパーソナルトレーニングとかオンラインパーソナルとかでも、まあ、この辺見させてもらったりはしてるんで、まあ、気になる方は概要欄のホームページを見てみてください。で、この2つですね、豆の下で引っ掛ける方法とか握らない方法っていうのは別動画でこっちも概要欄紹介してるんで、まあ、特にこう握る癖を頑張って直したいという方はこれも参考にしてもらえたらと思います。で、この動画が公開後、メンバーシップ限定でライブ配信を行っています。ライブ配信ではこういった解剖学の予備知識とかトレーニングの予備知識発信してるので、まあ、もっと勉強したいなという方はぜひご参加ください。それでは今日はこれで終わります。